松とみ林は、大分県大分市出身の元プロ野球選手、宇藤右打。プロでは、育成選手であった。養子観光時代は、2年時の夏に、第89回全国高等学校野球選手権、大会に出場。3番遊撃手として起用され、ベスト8進出に貢献した。3年時の夏は、大分県予選1回戦で、国崎港に敗れ初戦敗退に終わった。 二学年後輩に、海拓也がいる。別府大学では、一年次から主軸で、遊撃手のレギュラーに定着し、ベストナインにも選出された。三学年先輩に、岩尾敏弘、安田圭介がいる。2012年10月25日、プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから、育成選手ドラフト2指名を受け入団。 2013年は2軍で7試合に出場し3打数0安打の成績に終わった。10月1日に球団から戦力外通告を受けた。2013年11月10日に行われた12球団合同トライアウトに参加。12月12日に福岡ソフトバンクホークスと育成選手契約をしたことが発表された。2014年10月5日に球団から戦力外通告を受けた。 10月31日、自由契約公示された。引退後は、ホークスジュニアアカデミーのコーチを務めた。50メートル走5秒8、遠投110メートル、握力73キログラムと、身体能力が高い。足が速く、守備では俊敏性があり素早い動きと、補給から早球までの速さが持ち味。地型も強い。両足のスタンスを広く取り、 体の重心を低くしてスイングする独特の打撃フォームをしている。小柄ながら力強い打撃をしており甘いコースのボールはスタンドにも運ぶパンチ力がある。ありがとうございます。